するしない。どうも、稲太鼓です。 MJ シーズン2、残すところあと2回となりました。あっという間でございます。ここまではね、なんだかんだで結構ビンゴ出てきたんですけど、あと5マスでフルビンゴになるかもしれないという状況での残り2戦、ラスを引いたらもう何も残らないと、そういうことでございます。よろしくお願いします。トン一曲、ドラはトン、プレイヤーは親です。親やん。プレイヤーが何を弾いてくるのか注目ですよね。一体どんな戦いが繰り広げられるのか。ひなた、これで一歩前進。43点ぐらいのハイパイです。実況はね、小山さんで、解説が土田さん。今シーズンはね、これでこのお二人でやらせていただいておりますけれども、やっぱ土田さんが面白いですね。愉快なおじさんって感じ。カンリャンは2回引きましたね。残しとくか。親なので、これくらいの手形なら自然に行きたいと思います。ヤンワン打ちます。ジャントがない形だけどね、どうにかなりそう。ドラのトンがね、来た時にドラ短期に持ってくのやだな。そうするかな。ここはスルー。で、もうちょっと泣き要素が今ないので、泣きなしにして、場は膠着状態だ。あと2回か。今回のシーズンも打つと早いよな。神ちゃん、ここは合わせ打ち。今ね、パワーソーでもまあいいかなってやつでしたね。雲行きが怪しくなってしまったか。4巡目に切ったわい。4巡連続つもぎりか。均衡を破るのは誰だ。すごい、小山さんが盛り上げてくれる。ビンゴいっぱいこうやってやるためには、1個でも上の着順取らないと。重い空気のまま場が進行している。なんで打ってんのか分かんなくなっちゃうからね。頑張らなきゃ。思い描いてたんと違う。でもいいシャンテン。まあね、カンパーワンでも打つのかな。おお、これ嬉しい変化。567のね、3色見えますよ。どのように打ち回していくのか。ふわん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 、スチソ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 チソチソチソ。各社相手の出方を伺っているのか。お願いします。数ピン合わせときます。おっと、ここでリーチだ。プレイヤーどうするんだろう。果たしてここをしのげるのか。どうしたらいいと思いますか、土田さん。私はとりあえず白を抱えているので、安全牌まず切ってね。漂っている。これは下茶の現物ですよね。老僧は中筋か。9層と3層切ってますね。これぐらいでしょ、切ったって。下茶の筋ですね。3ピンがね、通ってて。ここで下茶からロンの声。下茶、最先のいいスタートを切りました。お高いですね。メンピン赤赤ドラ8000点。高いよ高いよ。リャグワンでしたね。親が亡くなってしまった。プレイヤーはペイチャです。現在のトップは下茶です。勝負の行方はまだまだ分かりませんよ。さあ、ここからどう打ち回していくのか。前局マンガン横移動したんですけど、点差が分かりやすい8000点で、この手ペイが2枚。場は膠着状態だ。おお、気持ちいい。早くも連勝点。赤ワン入るのめちゃくちゃ嬉しいですね。ペー赤、とりあえず1枚目のペー泣く気ないので、1回泣きなしにして。立て続けにドラを引いた。わあ、嬉しい。ひなた、あっという間にいいシャンテンだ。有利な街にしたいですよね。は泣くな。変えちゃった。ああ、これも嬉しいね。
横伸びで想像のペンちゃんさよならしてっていう素敵な未来がある。思いかのまま場が進行している。純ちゃんパイが押し寄せてきている。あ、スーソー2枚見えですね。ウーソーも自分から2枚見えてるので、今ペイが出たらペン3層のテンパイは取ります。さあ引いた、リーチ3層引けた。3巡後には積もりますね。ペイと、え、3巡後には積もるって土田さん言った。ここ本当ですか。土田さんのこと信じよう。1巡目場を制する人物は一体誰なのか。2巡目、3巡目には積もるって言った。少し場が落ち着いてきたか。積もらないやないかい。ないやないかい。ほう、こういうことか。再び3巡目みたいなパターンのやつだ。違うやないかい。土田さん、ほんと適当じゃん。嘘つきじゃん。どのように打ちま、あ、4巡目で積もれました。4巡なのか、5巡、5巡かな。仕掛け入ってるから。いや、土田さんのおかげだ。ごめんなさい、嘘つきって言って。土田さんは本物だ、本物だ、本物。ハネマンになったもん。土田さんは本物だ。信者になります。ありがとうございます。本3曲、ドラはやっぱ土田さんのこと信じていかなきゃダメなんだな。おお、手がいい。先ほどは鮮やかな上がりを決めています。これで暫定トップになりました。一体どんなドラマが待ち受けているのか。土田先生も喜んでらっしゃる。よかったよかった。今回はもうトップ目で、どっちでもいいんですね。あの打点が高くても安くても。ピンズの形がいいですね。なのでリャンピンとか三層は泣きます。ずれてきちゃった、ね、場は膠着状態だ。一気通貫って役をね狙おうかなと思ってたんですけど、三瓶さあこの範囲に、ここはスルー。リャンピン三層、ジュンチャンパイが押し寄せてきている。リャンピン泣きたいけどな。と負けじと動き出した。おお、親がリャンメンチ。つもぎりが続いてしまった。しかもあれだ、イーマン泣きたかったんだね。マンズ高いけどどうなんだろう。序盤から手が伸びない、うん、あー、酸素あっち行っちゃいました。ひなた、あっという間にイーシャンテンだ。ストレートに引けるかな。これでね、もうリャンピンもウーピンも、あー、待って、 Q1 3枚目パーワン切ってる。各社相手の出方を伺っているのか。いいんですけど、ちょっとね、今チーソーパーソーを切ってるんですけど、周り緊張感が漂っている。神ちゃん、ここは統一落とし。ひなた、テンパった。これは関連ピンの一気通貫です。だから役があるのでロンができます。さっき通ったローンは少し場が落ち着いてきたか。自分の目からね、3ピン3枚なんですけどね。あ、4枚見えた。チー、神ちゃん、ここでチー。神ちゃん、マンズを連打している。あー、ポンデス見ましたね。怖かったよ。あれ、パンだ。ここで泣いてきた。出てない自敗を切ってきたね。盛り上がるな。もうダメですかね。上がりきることはできるのか。両方は金ピンズが高いんだよな。3ピンがこんなに見えているのに取りそうだけど、シャンポンだ。ロン、あー、そうだ、シャンポン。これは思わぬ失点。ノベタンか。
ちょっとねこれはね、あのね染めてもいい牌でしたね。ちょっと欲張りすぎました。邪念がありました。一本場ドラはチーソー、プレイヤーはシャチャです。ひなた現在のところトップです。最後で、ね、このまま逃げ切りたいところです ね、 だね。それでは対局の模様に注目しましょう。ちょっと欲張りすぎたな、ちょっと反省してます今。でも反省は後にして、今もう聞かよ。重い空気のまま場が進行している。弱気にあったんだな私の今の宝珠のせいで、なんとかなりの接戦になりました。盛り上げ隊長みたいになっちゃった。今回リャンシャン店で仕掛けてもちょっと形で役つかないんでね、これはちょっと泣けません。場が静寂に包まれている。とここで仕掛けていった。そして一応親の現物だけ1枚持って、いたけどこっちかな。白はギリギリまで絞るかな。いやーなんか罠みたいに感じるな、この木数やだな。三層二枚目。よくない。各社どのように打ち回していくのか。九。点引いたら。嫌ってこう。ここ交代。ちょっと遅くなる道なんですけど。危ないじゃん、ウッパピン。ああ、そっか。もう上がっちゃったんだ。大銀で良かったのかな。2000点横移動でもかなりの接戦です。オーラス4000点差ないね。2着目と頑張れ私、お願いします。この試合もいよいよオーラスを迎えています。ひなたトップなのでここは軽く上がって終わらせたいですよね。果たしてトップを守りきることができるのか、はい、頑張ります。3400点差、もっとなかったね。3、4差、6、5差。3、4差ってことは天敗能天でね変わっちゃうんですよ。だから泣きます。仕掛けていきます。誰が一番最初に仕掛けるのか。9はいらないんだけどな。あとりあえずリャンワン、サーワン、ここら辺が出たら、さあこの範囲に反応する。ここはスルー。ひなたこれでリャンチャン点。ここから何を引いてくるか注目ですよね。天敗は取る目標。あっと、あ目標がなくなったかもしれない。果たしてここをしのげるのか。キュアン筋、反射の筋ですね。親は何点差。1号機。さあこの牌はどうする。どうすんのって感じですよね。これは神茶の現物ですね。打ったらねラスまであるんですよ。相手の出方を伺っているのか。1回で決まって折りぐ牌がなさすぎてね、笑えますよね。これはワンチャンスになってますね。ロン。しもちゃんこれは思わぬ失点。完全うまく打たれてしまいました。リーチ赤いち。あー続行だ。サンキュー。トン4局、一本場、ドラはパーソー、プレイヤーはなんちゃです。オーラスが続いていますが状況はどうですか。ひなたトップなのでここは軽く上がって終わらせたいですよね。果たしてこの局で決めることができるのか。軽く上がってね終わらせられるんだったら終わらせたいですわ私も。これができないから今困ってるんでしょうか。シーズンの最後に切れるっていう土田さんに、さっきまで土田先生って呼んでたのに。いやもう4シャン点でこれはね厳しいよ。
日向、これで一歩前進。一歩前進ですけれども、ハンちゃんのオンパレードみたいな。いやー、これは苦しいな。でもね、天杯には向かうの。だって点差が近いから。うわー、どうすんのこれみたいな。こうかな。これでリャンチャン点、方針が定まってきましたね。4対1、全然チートイツやりたくないのに4と1。うわー、1個あんこになった。ウケるマジウケる。どうすんのよこれ。あ、今3層でもいいな。どっちもどっちかな。唯一の救いは、あ、これでいいじゃん。唯一の救いは、イーソーが親の現物ぐらいかな。有利な町にしたいですよね。おお、広がった。未来に希望が出てきた。誰が一番最初に仕掛けるのか。いやー、リャンピン良さそうだけどね。無理じゃない。スーピンの役割か、ウーピン引くか、ローピンでもすっちりそうだしね。場が静寂に包まれている。三面ちゃんのリーチかな。そしたらいや違うよ、絶対違う。今スーアンコとかやってる場合じゃない、ないよね。いやだってこれ YouTube か。いや分かんない。ちょっと現実となんか夢と現実の狭間みたいな悩みが出始めたんですけど。うわ、よくわかんないよ。少しば、ひなた、ここはここでも仕掛けない。いや、仕掛けないでしょ、役ないもん。ウーソー取っといて、ダスーピンしとくと、カーワンナイフトイトイの天敗はあるけれども。いや、でもスーピン切れてないもん。ここで仕掛けていった。すごい、こんな楽しんでたら残り2秒しかない。ちょっと待ってよ、貼らないのこれ。これ貼らないの。お願い、通して。よかった、天敗したいでございます。お願いします。パストドラでしょ。制するのは一体誰なのか。ちょっとリャンピン最後手出しなんだね。いやね、切りにくいわ、いろいろ。でも3ピン全見えでしょ。息を呑む攻防が続いている。ね、おっと、負けじと動き出した。あかん。ようやく引いたよ。ようやく引いたけれども、時間がなくて切られちゃった。ちょっとマジ勘弁なんだけど。え、ちょっと待って、時間がないんだけど。待って、こんな喋ってる場合じゃない。カムバック、転敗した、転敗。あ、ちょっと待って、ひなれちゃった。何これ、今ちょっと喋ってたら何、もうちょっと笑えない、超笑えない。あ、なんかよくわかんない。ねえ、ちょっと2回も転敗取ろうと思って取れなかったんだけど。ねえ、ちょっとねえ、お兄ちゃん誰か聞いてよ。いやぁ、息切れする。すごい盛り上がってるけど、すげえミスしてる。いやー、ちょっともう喋ってる場合じゃないって。 YouTube でおかしい言葉だけど、ここは軽く上がって終わらせたいですよね。どっかで聞いたよ、ツッチー。それいやー、はあ、なんで今何回もテンパイ取れなかったの。喋ってたから、私が悪かったのか。すいませんでした。静寂に包まれている。はあ、息切れ動機。はあ、唯一の救いはそれでも上がってないってところかな。ひなた、これで一歩前進。ここから何を引いてくるか注目ですよね。もう何今の。さあ、ここも我慢した。リャンピンかな。役牌残して、落ち着こう。一回落ち着こう。場は膠着状態だ。重い空気のまま場が進行している。心拍数が正常値に戻らないよ。お、なんか下がった。もうチーピンか。ひなた、これでリャンチャン点。ここからが腕の見せ所ですよね。何の期待。
トン。あっとここで仕掛けていった。トン。下茶一歩も譲らない。あー何やってたんだろう。あれ何夢だったのかな。かなりなんかグッとくるな。一体どんなドラマが待ち受けているのか。え、なに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 、どういうことどういうこと、今の間は何。こっちから行こう。ひなた、あっという間にイーシャンテンだ。ストレートに引けるかな。イーシャンテンですね。あ、カミちゃん、はい、ここで泣いてきた。これでリャンハン確定ですね。はい、そうですね、リャンハン確定ですね。いや、なんかミスしすぎて、カミちゃん相手の出方を伺っているのか。ぽっこいだけど、もうまくられそうですね。よくいらない、涙出てきたよ、本当に。周り緊張感が漂っている。薄い。ひなた、ここは仕掛けるのか。ロー級は薄い。いや、ポンしてもいいな。ポンか。ひなた、ポンだ。何バックがあるんでね、ロー級はも仕掛けて動きましょう。チートイツのインシャンテン、ちょっと厳しい。これで C1 パワーの。どのように打ち回していくのか。ゴゴ、もういいよ。あ、これは先ほど切ったばかりの。ゴは微妙じゃない？あ、切れるっていうのが嬉しいよね。ウーワン切れる。もうこれはチーでしょ。チー。ひなた、ひなた、テンパった。もうドラで時が止まるの、いやいや、怖すぎるでしょ。で、見て、私もどう見てもタイヤじゃない仕掛け。下茶、またもピンズを仕掛けた。シンドラは嘘。おい、なんは誰かも持ってるかな。あと1枚のなんなんですけど。キャー、誰が上がりを勝ち取ることになるのか。ロン。わあ、横移動、しかも高い。まあ、うまく打たれてしまいました。送られました。2着か。いや、ちょっともう波乱の、何これ、ラス前だね。シーズンのラス前。5回だね。2着で跳ね前1回だから全部で5回。意外と回せるっていう。これもうほんとこの回やだ、人様に見せられない。あれ、カード刺さった。いきます、5回。でも偽りなくいきます。3、4、5。いやー、これフルコンボは厳しくなりますね。ここでいっぱい引けないと。1個目、35、いらっしゃらない。次、24、いた。24いました。ビンゴ来ましたよ。リーチがいっぱい増えました。次、4番来た。4番いる。来た。引けるあと3つ。麻雀はひどいけどあと3つ。次、61番、いない。最後、じゃ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 ん、58、いました。来たよ、これあと2個じゃん。麻雀はひどいけどビンゴはうまくいった。見て、あと5と32で全開けですよ。え、よく引けるね。あと何個、12分の2。ちょっとわかんないけど、そういう算数は。今回こんなに開きました。最後の最終回楽しみだね、シーズン2の。さあ、というわけで、すいません、まだ心が落ち着かずドキドキしてるんですけれども、今回は2着ということで、すいません、ちょっと内容があれでしたね、破天荒でした。すいませんでした。最後どんな風になるんですかね。ラス引いた、ラスだけ引きたくないですね。一番ね、せめて2個回したいよね。さあ、というわけで皆さん、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。 Twitter もフォローしてください。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。ひどい。